行きたいと思います。いいのよ、やっぱそういうのがいい、そういうのがいい、やっぱね、そう、やっぱやると思った。
どうもありがとうございました。ありがとうございました、ドライフラワーという歌でした。トラ君の刺すような視線が俺の方がうまいやはい。で、ホンダバンド今回20回目ですが、ですね、まあ随分出てまして、私が最初ステージに立ったのは今あそこに白いね、あのデフというストア加藤というんですが、明日ツーデイズ、明日出るんですけど、彼があの出て、で彼歌ってる途中でギターを置いちゃってでそれでもいいんだってマスターから言われて、本田さん出てみませんかって言われて、最初一人であの弾き語りでやったんですけど、だんだんと、仲間が増えてですね、あのみんな実は職場同じなんです。ただ福岡から来てまして、こっちはあの壱岐から来てますでたまにしかやっぱり練習できないんですね、ちょっとあれですが、まあこういうところで演奏するのも本当に久しぶりなんで、楽しんで、2曲目をいきたいと思います。2曲目はですね、あの畑音弘君の好き鱗っていう歌、もう最高ありがとうございます。その一言が本当ですか。いい顔してんだ。いやすごいですね。ね、はい、じゃあ では畑元宏君の鱗という歌です。じゃあ今度はあのベースの奈々香ちゃんもちょっと歌ってくれます。はい、じゃあ行きましょうか。お願いします
こんな番組ですから。